掃除おかずきです。今日はこれを買ってきました。お正月なのでね、一回ねちょっと捨ててしまったんです。この筆とこれとこれ、さて何をするのでしょうか。この新品の筆のこのしなり具合はたまりませんね。お正月ということで一筆書こうと思います。それでは新年初書き初め、これはすごく願っていることですね。これがあればみんな何でもできるし、なんだろうな、自分を守るために人を傷つけることもなくなるだろうし、なんかね誰もがほっこりした世界になるのではないでしょうか。書いていきます。感じが書けました。ということで今年の九条和樹であったりみんなであったりいろんな方を象徴した書を書きましたよ。ということでいきます。じゃん、世界平和。はい、もう今年はこれを望むばかりです。本当になんかもうね、全てもそうなんですけど、争い事はやめてまったりと平和にみんなが過ごせる世界になればいいなと本当に心から思います。はい、まあね、もちろん世界の平和もそうだし、自分の身の回りの平和もそうだし、みんなの平和もそうだし、なんかね、なんだろう、日々ね本当に些細なことがありがたいっていうのをすごく痛感します。私自身去年ライブがしたくてもできない、当たり前のことができないっていう状況に追い込まれてしまった時に、なんか今こうやって当たり前のようにある世界が実は当たり前じゃなかったり、本当にすごい大事なこともね忘れがちだったり、親への感謝や友達への感謝やたくさんの方への感謝、本当にねなんか全ての当たり前のことが当たり前じゃないんじゃないかと思ったわけです。なので大事にしたいですね、本当に。なので今年も1年こうやって視聴者さんに出会えていろんなことができてとても嬉しかった去年だったので、今年はもう世界平和を目指して頑張っていこうと思います。それでは今年もよろしくお願いします。2日目、今年もよろしくお願いいたします。ということで書き初めでした。ありがとうございました。また明日。